こんにちは、やる気先生です。いつも励みのあるコメント、本当にありがとうございます。さて、今日の例題はこちらです。まずは要点を理解して、それから解けるようになりましょう。巻き戻し、倍速再生も駆使して、徹底的にインプットしていきましょう。では、ここから授業です。どうぞ。ここでは、分母の有理化って何なんだということを勉強します。で、端的に言うならば、分母にルートのない形にすること、それを分母の有理化と言います。そのために分子と分母に同じものをかけるということをします。詳しく見ていきましょう。ではまず要点の一つ目からです。今見た通り、分母にルートのない形にすること、それを分母の有理化と言います。で、そのためにはね、分子と分母に同じものをかけるということをします。何言ってるか、具体例、このルート3分の2を有理化してみましょう。このルート3分の2っていうのを有理化するっていうのは、今分母がね、これルート3とルートがある形になってます。それをルートをなくしたいと。それが分母の有理化なんですね。じゃあどうやったらルートってなくなるでしょうか？というと、同じものをかければいいんです。だってルートって2乗になったらルート外れますもんね。で、分母だけルート3をかけるのは変やから、分子にもちゃんとルート3をかけてあげると。そうすればね、イコールの関係が保たれるからです。じゃあ結局どうなるかっていうと、分母はルート3かけるルート3で3になって、分子は2かけるルート3で2ルート3になると。つまり、ルート3分の2っていうのは3分の2ルート3という形になってね、これにて分母の有理化が完成するという流れです。もう一つ例を見ておきましょう。このルート5分のルート3、これも有理化してみます。分母にルートがない形にしたいんですね。じゃあどうすればいいでしょうか？というと、分母のこのルート5をなくしたいんやから、同じものをかければいいんですね。分母にもう一個ルート5をかけてあげると。そうすればね、ルート5の2乗になってルートが外れてくれます。で、分母だけルート5をかけるのは変やから、ちゃんと分子にもかけてあげてね、これでイコールの関係を保ってます。で、ルート5かけるルート5は5。そしてルート3かけるルート5はルート15になるんでね。これで5分のルート15とルート5分のルート3の分母の有理化が完成するという流れです。で、次要点2つ目。ルートの中をできるだけ小さくしてから分母の有理化をした方が楽ちんになります。これ何言ってるか、ルート8分の6の有理化を考えてみましょう。何かけたら有理化できるでしょうか？で、いや、そんなもん、分母のルート8そのままかけたらいいやんって思われるかもしれないですが、全然このやり方は間違ってないです。ただね、もっと楽な方法があります。どうするかっていうと、まずこのルート8をね、このルートの中をできるだけ小さくするんです。素因数分解などを考えれば、ルート8は2ルート2とわかりますね。で、このルートじゃないもん同士の2と6は約分できます。1と3になるんでね、これはルート2分の3とわかります。で、これを有理化すればいいんですね。つまり、この分母のルート2と同じものをね、分母にも分子にもかけてあげると。そうすれば分母はルート2かけるルート2で2になってと。分子は3かけるルート2で3ルート2になって有理化が完成するという流れです。もう一つの例も見ておきましょう。このルート21分のルート3っていうのも有理化考えてみましょう。どうすればいいでしょうか？もちろんこれもね、分母と同じルート21を分母にも分子にもかける、この方法でもいいんですが、予想ついてる通り、もっと楽な方法があります。やっぱり、ルートの中をできるだけ小さくしてから有理化した方が楽なんですね。そのために、この2つのルートの分数っていうのはね、1つのルートの分数にできます。で、この21分の3、約分できますね。約分したらルートの7分の1になります。で、ルートの分差つけるも離すも自由なんでね、これまた、ルート7分のルート1とできます。で、ルート1はね、1のことなんで、ルート7分の1となるんですね。ちなみに慣れてる人はですね、ここからいきなりね、もう約分してここに行きます。ただそれはですね、この流れをずっとやりまくってやりまくった結果ね、もう慣れていけるんでね、最初のうちはこのようにやってください。で、このルート7分の1どうすれば有理化できるでしょうか？というと、この分母と同じルート7を分母にも分子にもかけてあげたらいいですね。分母はルート7かけるルート7で7です。分子は1かけるルート7でルート7となって、これにて有理化が完成するという流れです。以上のようにですね、ルートの中をできるだけ小さくしてから分母の有理化をした方がね、楽ちんなんでね、ぜひぜひそうしてみてください。ということで、要点は以上です。理解できましたでしょうか？
ではここから例題を見ていきましょう。次の数の分母を有理化しようということでね、カッコ1はルート5分の10という問題です。で、そもそも分母の有理化って何でしたっけっていうと、分母にルートがない形にすることでしたよね。じゃあ一体そんなことどうやったらできましたっけっていうと、分母と分子に同じもんかけたらよかったんですね。じゃあこのカッコ1のね、ルート5分の10はね、どうすれば有理化できるでしょうかというと、この分母のルート5をね、分母にも分子にもかけてあげればいいんですね。じゃあ分母はルート5をかけるルート5で5になります。分子は10かけるルート5で10ルート5になります。じゃあとはここ約分できますね。答えは2ルート5とわかるという流れです。次、カッコに行きましょう。カッコにはね、ルート12分の6ということでね、いやいやほとんど一緒じゃないかって思うかもしれないですけど、分母の有理化のコツって何でしたっけっていうと、ルートの中はできるだけ小さくしてから有理化するということでしたね。だから最初にこの分母のね、ルート12は素因数分解などを考えて2ルート3にしておきます。そしたらね、このルートじゃないもん同士の2と6が約分できるんでね、ルート3分の3となると。で、ここから有理化を始めればいいですね。分母のルート3と同じものを分母にも分子にもかけてあげる。そしたら分母はルート3×ルート3で3になります。分子は 3×ルート3で3ルート3になります。また約分して答えがルート3と出てくるという流れです。じゃあラストカッコ3、ルート42分のルート3も考えてみましょう。これもやはりね、ルートの中をできるだけ小さくしてから有理化が楽です。つまり、ルート42分のルート3はルートの14分の1にできるんです。なんでかわかりますか？というのも、ルートの分数はつけるも離すも自由でしたよね。だから、ルート分のルートっていうのはね、一つのルートの42分の3にできます。で、これを約分したら14分の1になってくれますね。で、またルートの分数はつけるも離すも自由なんでね、ルート14分の1はルート14分のルート1とできるんでね、結局ルート14分の1とわかります。で、ここから有理化をすればいいですね。分母のルート14と同じものを分母にも分子にもかけてあげると。そうした分母、ルート14×ルート14でルートが取れて14。分子は 1×ルート14でルート14となって、14分のルート14が答えとわかる。という流れです。これにてインプットは完了です。あとは問題集でアウトプットして、しっかり身につけていきましょう。